この度立川仮面女子になりました木村と申します。よろしくお願いいたします。この後ですね、仮面女子さんの皆さんからちょっと命名式ということでお名前をいただく正式な会を開くことになっております。広告とかで見たことしかないので、結構ね、仮面かぶってるんでちょっと怖いグループなのかなみたいな、ちょっとふんわりしたイメージしかまだないです。はい、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。なぜ今回このような場を設けさせていただいたかと申しますと、落語家が弟子の命名権をオークションで資金、それを仮面女子が落札というわけなんですけれども、ちょっと聞きづらかったと思いますので、私から改めて説明をさせていただきます。立川こしらさんという立川志らく門下の落語家さんがいらっしゃいまして、この方がお弟子さんの命名権、ネーミングライツをヤフオクで出品されていました。それを私たちが見つけまして、なんて面白いんだ、なんとかして仮面女子という名を付けさせていただきたいと思いまして、入札をしたところ、なんと落札できちゃいました。これから命名式をきちんとお会いして行って、そしてこの場で落語家仮面女子さんに一席設けていただきたいと思います。それでは早速お呼びしたいと思います。落語家仮面女子さんです。どうぞ。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。立川仮面女子でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たち仮面女子です。もうややこしいです。ややこしいんですけど、ややこしくなっちゃう。それでは早速命名席に移らせていただきたいと思います。はい、では仮面女子センターの立花アンナちゃん、はい、お願いします。命名します。はい、これからあなたは仮面女子です。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。やっぱり僕女子じゃなくて男子なのでまず女子という名前がついた時に大丈夫かなと思ってたんですが、はい、皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますので、これからどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。で、川流には、はい、ダンスさんとかね、やっぱり有名なお名前があるじゃないですか。名跡が、はい、あると思うんですけれども、はい、有名な女子になる自信はありますか？もちろんあります。おー、もちろんです。誰よりも女子になりたいと思います。素晴らしい。それでは、はい、この後早速落語家仮面女子さんに一席興じていただきたいと思いますので、はい、ではご準備の方よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ネーミングライツを入札落札させていただいたんですけれども、はい、今後私たち仮面女子の候補生の中の一つのユニットのネーミングライツ、はい、命名権をヤフオクで出品させていただきたいと思います。おー、すごい。はい、なのでね、ぜひ今回のようにこう落札をして素敵な名前がつけていただけたらなと思いますの で、 です、ね、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございました。そしてこれからも落語家仮面女子さん、はい、どうぞ仮面女子を愛してやってください。はい、もちろんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
好き。